炭鉱,炭鉱、炭鉱、コールマインは、石炭、または炭を掘り出すための鉱山のこと。なお、しばしば蒸気味に対し、炭鉱と同じ読みの炭鉱の表記が開けられる。その理由として石炭が金属ではなく、その採掘地を金属鉱山とも呼べないため、漢字の辺が金辺ではなく、石辺となるのが正しいためとも主張される。また、 石炭採掘の行動という意味で通常を用いられる炭鉱もしばしば炭鉱を指すために使われる。本項目では蒸気定義が示す用語を炭鉱に統一し記述する。石炭の採掘の歴史は中国の考古学的形跡から紀元前約3490年以降とされる。当初は鉱脈に沿って採掘すると呼ばれる縦穴を掘った後にそこの周囲を 羽の形状に採掘する手法が取られた。本格的な炭鉱開発が世界的に始まったのは18世紀に入ってからであった。その背景にはその時期に製鉄と燃料の需要が急速に高まったことを挙げることができる。日本では江戸時代末期から筑豊、唐津地方で採掘された石炭が個人消費されており、焚き木の代用とされていた。 日米和親条約締結後、函館などの港の開港により、船舶への燃料供給の必要性が高まり、1857年、安政4年北海道白らぬか町で日本初の洋式港内掘り炭鉱が開発された。さらに財政が逼迫していた諸藩が人頭指揮をとって炭鉱を開発していくようになる。当初は軌道に乗らなかったものの、 瀬戸内地方の製塩業者向けの販路を見出すと、大きく発展を遂げた。その当時の製塩では、海水使用を蒸発させる燃料に松屋ニを利用していたが、その松屋ニの価格が高騰し、低コストであった石炭が歓迎されたのである。このように炭鉱の歴史は、石炭の需要拡大と補償を合わせてきたと言える。以下に述べる採掘方法の発展や、都市の発展も同様である。 現在世界において、石炭酸質量の多い国は、中国、ロシア、アメリカなどである。大規模な炭鉱は、炭鉱とも呼ばれ、大規模なものは、中国の大道炭鉱、ウッキクサー炭鉱などのほか、アメリカのアパラチア炭鉱、ロッキー炭鉱、カザフスタンのカラガンダ炭鉱、クズネツク炭鉱、ウクライナのドネツ炭鉱などであり、他に、インドのダモダル炭電、ポーランドのシロンスク炭電、 日本での輸入が多いオーストラリアのモーラ丹田などが有名である。古くから三端地として知られたが小規模であることや設備の老朽化などに伴い規模を縮小しつつあるものには産業革命と共に発展を歩んだイギリスのランカシャー、ヨークシャー地方、ウェールズ地方、ドイツのルール地方、ザール地方、チェコのボヘミア地方などを挙げることができる。これらの中には 平山を余儀なくされたものも多い。その一方で、中小規模ながら高品質の石炭を産出することで、稼働を続ける丹田として、ベトナムの本芸丹田のようなものも存在する。日本では、現在、行動掘りでは、太平洋炭鉱を引き継いだ、釧路コールマインが存続している。露天掘りでは、砂子組が、砂子炭鉱三笠露天掘り港、 三笠市本別鳥居沢町のほか、三井系、三菱系が、それぞれ数社が採掘し、北海道電力へ納入している。製鉄産業及び石炭化学工業、または蒸気機関車の流星とともに、石炭産業が交流した。最盛期には800以上の炭鉱があり、石狩炭田、釧路炭田、常磐炭田、三池炭田、 筑豊丹田などの大規模な丹田を中心に、ルモイ丹田、天北丹田、西園木丹田、唐津丹田、大峰丹田、天草丹田、北松丹田、丹田カスヤ丹田などが知られていたが、後に安価な輸入品に押され、加えて石油へのエネルギー革命を天気に、多くの中小炭鉱が、岐路に立たされ、姿を消していった。筑豊丹田は大規模であったが、 良質炭の枯渇による品質劣化や施設の老朽化などが急速に進んだため1975年、昭和50年までに500近くに上った炭鉱は、串路炭鉱を残して、たわすべて姿を消した。石狩炭電は、スクラップビルドを打ち出し、最新鋭技術の集積、高収益体制を行うなど効率化を図ったが、鉄鋼不況による、 コークス販売不振や一向に減らなかった炭鉱事故、工術がとどめをし、1995年、平成7年に北端空地、歌市内市が閉山したのを最後にすべてが閉鎖された。三池丹田は品質の優れた歴生丹が中心であり、最新鋭の技術を投じたため常実に丹田より長く稼働したものの、依然として輸入品より高額であり、国が 火力発電所の燃料としての買い上げを打ち切れと、1997年、平成9年に閉山に追い込まれた。また、九州で唯一残った池島炭鉱も2001年、平成13年に幕を下ろした。露天掘りの炭田はいずれも最盛期の校内掘りに、比べて小規模な山炭場が多かったが、近年の原油高騰に加え、2011年に発生した。 福島第一原子力発電所事故の影響を受けて、石炭見直しの流れができ、いずれも増産を要請されている。一時期約100万トン程度にまで落ちた国内炭の生産は2015年には約145万トンにまで増加した。多数の人員を必要とした校内掘りと異なり、露天掘りは日本の建設機械技術の高度化の恩恵で簡単、かつ安全に機械化ができ、 露出していない石炭層の上部を改作して採掘が可能になった。また、単塵やメタンによる大規模爆発の可能性も低くまた発生した際にも対処の困難性が段違いに低いため人件費の高額な日本でも輸入炭に対する価格の不利が少ない。地表近くに交渉が存在する炭電では露天掘りが行われるがそれに適さない場合は 地表から炭層まで行動を掘り下げ、炭層に、霧派という作業現場を作り採掘を行う、校内掘りが行われる。露天掘りを参照。採掘区域の開発手法により、2種類の採掘法がある。霧派での採掘方法は、技術の発達により改良が重ねられた。主な採掘法を以下に示す。現在、釧路炭鉱で採用されている採掘法である。 炭鉱は石炭の採掘地に作られるものであるが、石炭の分布、すなわち炭層は幾重にも重なっている。従って、最短条件もそれに従い、最短地である切り葉の場所も深層化していく。そのため、人員、採掘器具、あるいは排水や通風のための道を開ける必要もあり、最低2本以上の使用行動を掘っていく。この行動には人員を乗せる人者、 採掘した石炭を乗せる炭車を走行させる。掘り方によって、縦坑、斜坑、水平坑などと呼ばれるが、日本では斜坑が多く、次配備されて段重ねになっていた。1961年、昭和36年での日本の炭坑における、平均切り端深度は、地下250メートルである。ところが、日本より早く採短が進んだ、イギリス。 ドイツでは750メートルにも達していた。これは前述のお阪部式採掘法の発展と関係しており、労働の集約、三端の効率化を図った結果であり、ルール丹田では特に優れた合理化システムが確立していた。しかし、日本では後に社交での限界を感じ、縦孔にシフトしている。これは日本の炭鉱が 地層の年代が相対的に若く、そのため地形が集局し、採掘が困難であるほか、ガスや水が多く含まれているため、それによる品質の劣化、あるいは大規模な事故を幾度となく体験してきたためである。路頭採短から添い層の地下採短に移るにつれて、湯水と可燃性ガスが問題となった。これらは初期の技術力では、炭鉱の寿命を決定する最大の要因になっていた。 従って、排水の機械化と換気体系の成立は、深層最短の前提条件であった。鉱山事故も参照。日本では、明治年間になると、植産工業の名のもと、鉱山開発が盛んに行われた。しかし、当時の鉱山は、利益優先で、労働環境は二の次であったため安全対策は、劣悪な場合が多く、特に、ガス爆発や、 軍人爆発が発生しやすい炭鉱においては、しばしば大規模な事故が発生した。小規模な死傷事故は、記録に残っていない事故まで含めると膨大な数となると考えられる。第二次世界大戦後、安全対策が充実すると、事故の発生件数は劇的に減少したが、高コスト、流体エネルギーへの転換、輸入炭の増大などから閉山が相次ぐことになった。また、 事故も完全になくなったわけではなく、そのため事故に対する労働者や遺族への保障も経営者の大きな痛手となり、日本の炭鉱衰退に拍車をかけた。中華人民共和国では、1990年代以降、経済の発展とともにエネルギー需要が逼迫し、小規模な炭鉱開発が無数に行われるようになった。政府は法令を整え安全対策などの充実を、 はるものの貧弱な施設で創業する中、小企業及び無届け業者が非常に多く大事故の発生が絶えない無届け業者は事故が発生すると救助を行う前に逃げ出すという2005年には3341件の事故により5000人以上の労働者が亡くなったという事故に関連して処罰された責任者は200名を超えるこのため 中国政府は2006年には年間生産量が3万トンを下回る比較的小規模の炭鉱を2007年までに強制的に閉鎖する施策を発表したほか2008年には2010年までに小型炭鉱の数を1万箇所以内に整理削減する目標を発表している政府の労働安全当局により2015年の鉱山炭鉱以外を含むものかは 不明の年間死者数は598人という数字が捨てられている。トルコ一般鉱山労働組合ザ・ジェネラル・マイン・ワーカーズ・ユニオン・イン・ターキーによると、トルコ国営石炭公社、ターキシコール・コーポレーション TTK の経営する炭鉱において2000年から2009年の間に25,655件の事故が発生し、63人が死亡。 26,324人が負傷している。エネルギーの安全保障政策の観点から、アパラチア単電産をはじめとして、国内産の石炭の利用が行われており、露天放りのほか、行動による炭鉱も現存する。石炭はもともと労働者の手作業で採掘していたものであり、多くの労働力を必要とした。男性の場合は、炭鉱夫と,と呼ばれる。 北海道では囚人交付も刺激された。九州では囚人の刺激は認められず、その代わりに朝鮮半島から募集した。19世紀初頭、子供や女性はハーアー、またはコールドラー、コールセラスターと呼ばれる運び屋として雇われた。女性は一人で運ぶのは難しかったことから子供が手伝い。それらの作業はしばしば12時間のシフトで積み下ろしを行った。 三歳から四歳の児童が雇用され、男女の区別なく仕事に従事した。運び屋はセラスターズと呼ばれ、頭や体全体で押すことから毛髪が失われることもあった。力のない子供はコールトラパースとして雇われた。彼らの仕事はワゴン通過時の換気用のトラップドアの操作などである。鉱山が大きくなると人力では難しくなり、十歳から十四歳の子供は、 コールドライバーズと呼ばれるワゴンを引く馬を誘導する作業が当てがわれた。1842年になると10歳以下の鉱山での雇用はによって禁止された。1870年には5歳から13歳までのすべての子供が学校に通うことが義務付けられ、多くの炭鉱で従事した子供は辞めてしまったが、1920年代では 学校を去ったものの一般的な職であった。石炭は重量物であり陸運輸送だと費用が多くかかる。そのためコストを削減するために石炭産地、炭鉱の近辺に原料炭の加工工場が設けられた原料立地型。そしてその炭電、あるいは工場で労働する人材を確保するために各企業は炭鉱住宅などを設け、 そこに一つの集落を形成していくようになり、大掛かりなものになるとそこに、病院、学校、公園などを設けた一つの都市を形成するようになる。く路市や夕張市といったように都市が大きくなり、インフラの整備と並行して、労働者を相手にした飲食産業、映画館、風俗産業などの娯楽産業も発展し、賑わいを見せるようになった。 北海道の石狩り丹田に点在するビバイ、夕張、三笠、赤平、足別、歌市内などはその典型であり、地域に大小無数の集落が点在し、雇用企業と共になり立っていた。空地や畜放地方では石炭を輸送するための貨物列車を走らせる炭鉱鉄道が開発され、それは同時に住民の交通の足となって大代償地と直結していた。 なお、日本以外では、中国の武順、すでに平山や大道、米アパラチア山脈の滝線都市、ドイツのルール工業地帯、ロシアのクズネツク地方、ノボクズネツクなど、ケメロボ州南東の富川流域、カザフスタンのカラガンダ地方、ウクライナのドネツ地方などが代表である。だが、日本の場合は、太平洋戦争後になって、輸入石炭の増加に伴い、相対的に、 高コスト体質であった国内の石炭産業は、衰退をはじめ、加えて1960年代頃から石油へのエネルギー転換が進むと燃料及び高品としての石炭需要は大きく減少した。一方で、戦後復興と高度経済成長によって、製鉄所での石炭需要は高まり、石炭は主として、コークスへの加工に用いられるようになった。しかし、 日本の場合は前日のように輸送コストと輸入依存の加減で製鉄所は公安に設けられるのが普通であった公安立地型。そのため原料立地の優位性を失った日本の炭鉱都市は軒並み大ダメージを受け経営企業は規模縮小を余儀なくされそれに伴い炭鉱の廃業、閉山などにより労働人口が減少の一途をたどることなり都市や集落が崩壊していった。 山間部に炭鉱集落を持ち、炭鉱及び炭鉱鉄道に依存していた都市や集落は、その廃止によって壊滅的な打撃を受け、都市が機能しなくなり、ゴーストタウンとなった例も少なくない。地域のほとんどが中山間部であり、炭鉱集落であった夕張市に至っては、人口は最盛期の1割にまで減少しており、他に三笠市、足別市、赤平市、宇多市内市、 山田市、玄鎌市の人口減が著しい。集落崩壊により、無人になったものとしては、長崎県の海上に浮かぶ丹島、軍艦島、釧路丹田のオス別地区、留萌丹田の浅野地区、入表島の入表炭鉱などがあり、一方で残存した集落も、住民の高齢化、単純の老朽化、インフラ不足などの問題が発生している。また、このような地区では、 大体的な産業も発展しにくい。特に、筑豊地方では、土壌が埋め戻したボタなどによって汚染されているため、土壌改良も、ままならず、農業に発展を乱すことも困難になっている。その中で、夕張メロンなどは、産業転換に成功した一例であるが、炭鉱ほど大規模な労働力確保に至るものではない。また、バブル期の観光依存により、レジャー施設や、 箱物施設を多く建設した結果、その維持費が財政を圧迫した例もある。夕張市はその典型例である。幸い、交通条件が悪くない都市は三端依存の都市構造脱却に成功している。炭鉱を基盤に東北海道最大の都市に成長した釧路市は産業の裾野が広がり、北海道で東部最大の工業都市に発展した。宇部炭鉱を抱えていた宇部市は、 戦前,前より、セメント工業や石炭化学コンビナートの形成が進んでいたことから、戦後は、瀬戸内工業地域に組み込まれる形で徐々に炭鉱の比重を低下させながら、閉山を迎えている。か谷郡に分布していたか谷や丹田一帯の市長は、後の福岡都市圏の拡大により、衛生都市として、当時よ人口は増加している。常磐丹田を抱えた岩木市は、 首都圏への近接性から、機械工業への転換を行い、また温泉開発などにも成功している。また、石川里丹田の中で、国鉄函館本線と、国道12号の沿線都市であった岩見沢市は、大都市札幌にも近く、かつ市町所在地でもあったため、影響は、比較的軽微であった。同じく、ビバ市も当時より、人口は激減しているものの、まだ山間部の自治体ほど、 壊滅的な人口減少には及んでおらず、品種改良による稲作への転換を推し進めた。天草丹田のように地域が石炭産業に依存しておらず、すでに漁業など他の産業が多様化していた地域では、閉山の影響は軽微であった。また、西表丹鉱は独特の社会構造を持ち、地域社会とは隔絶された存在であったため、同行参照。 平山が地域経済に及ぼす影響は少なかった。日本以外では大規模な露天掘りが行われている丹田も多く、また中国などでは鉄鉱山と製鉄都市との関係を結ぶ原料立地型都市も多い。だが現存の炭鉱都市も相次ぐ事故による労働災害や大気土壌、 水質汚染による環境の悪化とそれによる罹患者増大の問題などが深刻な問題となっている。これらの問題は日本でも発生していた。また、原料立地型の優位性を生かしていたルール工業地帯、ロシアの崩れつく工業地帯なども工場、施設の老朽化、発展途上国と比較して高コスト体質で競争に苦戦を強いられるなど、 現地港での生産能力減少とそれに伴う石炭需要減少の影響を大きく受けている。サッチャー政権が小さな政府方針のもと第二次世界大戦後に国有化されていた石炭産業の民営化を図り、1984から1985年にかけてなどイギリス市場に残る社会運動があったが、1994年に民営化された。 背景としては、北海油田の開発や海外との石炭価格競争などがある。1981年には211あった炭鉱は、1985年には169箇所、2000年には17箇所、2005年には8箇所にまで激減した。食にあぶれた労働者は年金を受けるなどの支援が行われたが、次の世代には支援は行われなかったことから、 犯罪率の上昇、麻薬の蔓延を招いている。炭鉱閉鎖後、土壌改良、公共緑地、スポーツ施設建設などの物理的支援、企業誘致や教育、雇用、企業支援などが行われ、イングランド北部の村グラインソープなどは成功例として挙げられるが、依然として炭鉱都市は貧困問題として、議会で問題になっている。など。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。